ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、前回ね、マリンを仲間にというか、まあ、連れていけるような状態にしたんやけど、このマリンがおる間しか、こう未練反応とかそういうのをちょっと今回見ていきたいと思います。ってことで、主に、メーベの村でのやりとりとかが、多いらしいんだけども。よいしょ。危ない。めっちゃ危ない。とりあえず、あれだ。オカリナを吹く。オカリナを吹くって前の時となんか違う、変わるんかな？あ、セットして使えるんか。ん？これで、オカリナを吹くと。反応してくれる？いまいち。え？私何か言った？気のせいや気のせい。いまいちですって。こう反応変わるんかな？普通になんかがっかりされるんやけど、どういうことやねん。何がいまいちなんだよ。さあ、そして、他はね、人の家とかにある壺を割り続ける。あれタリンがいない。え、寝よったことない？消えたんですけど。割り続けるっていうのが一体どれぐらい割っていくんか。ここ結構あるんじゃない？これを繰り返していくと、人ん家に入っては壺を割っていく勇者。すげえ嫌な感じ。多分変わらんような気がするな。まあ、とりあえずこういう反応が見れるってことか。で、あとは、鶏に攻撃を加える。は。ダメ、鶏さんがかわいそうじゃない、もう。ちなみにこの鶏なんやけど、何回もね、攻撃を続けよったら、これはこれで、見た今の。ってことは、壺のも変わるよね、きっと。痛い。何？誰？キツネ？キツネに攻撃すると攻撃系が返ってくる。こう、鶏を、攻撃し続けると、マリの反応は一回ってこと。ああ！ほら、こういう感じで、ああ、怖い！怖い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 。こういう感じで、画面が切り替わる、ロード画面が一回挟まるまで、ニワトリが延々と追いかけてくるっていう。でもニワトリ、ね、ニワトリさんがかわいそうじゃないって言ったマリンが、キャーやれやれーみたいな反応になってたやろ。ってことは、ツボもやっぱり変わるってことかな。これも連続で割り続けんといかんってことか？はい、これでロード画面挟んだけん。まあ、ニワトリはもう大丈夫。あとはクレーンゲームをすることによってもマリンの反応があると。あ、お、キャーねーねーアイナやっていいやっていい。お、マリンがやるの？どうしよう、いいよ別に。ゲーマーなんすか？何取る気？お金払ったよね。え？え、ちょっと待って、お店の人そんなとこまで行けんやろ。え？あー、お店の人が持ち上げられる。しかもまさかの超安定しとんやけど。めっちゃうまいやん。ああいう感じの格好なんやね。今初めて知った。いい腕してんじゃねえか。おめえさてはプロだな。プロはお断りだよ。けんな、け。という感じ。マリンうまくね、やば。ちょっと普通に撮ってほしいんやけど。ちょ待って、乗って。あの一回だけなんやね。なるほど。私、あれ撮りたいの、あれ。トゲゾー。ハイアリのゲーム一回10ルピーやります。ボタンを押してクレーンを動かす。あとはそのタイミングだけ。さあ、ボタンの前行ってくれ。頑張ってね。マリンは出禁になったんかな？おらんけど。はい。よいしょー。お、これは結構、
いい感じにいったね。取れそう。イエーおーっと、転がったけど、まあ大丈夫。やったー、これどこに置けるやつ？うん、もういいよ。遊びたい時はいつでも声をかけてくれ。ってことで、もらってくね。トゲゾウのフィギュアを取った、生かしたトゲ付きコーラだぜ。やった。まさ、これはあれかな？タリンの家とかかな？よいしょ。この辺に、ハックンフラワーか違うな。どこやろう？あ、四つ子ちゃん。四つ子ちゃんの家とかに。あ、マリンおったよ。ヒューヒューヒュー。ねえねえ、二人でどこ行くの？おいら子供だからわかんないことにしとくよ。あ、そこはそういう感じなんや。いつも子供だからわかんないで終わるのに。ここやったら壺とかも多いんじゃない？そうでも、あ、いやでもいっぱいあるかな。ヘイホー。あ、ここや、トゲゾウ。置きます。あげるね、これ。トゲゾウのフィギュアだ。ひっくり返したあの日を忘れない。トゲゾウ記念日？そういう感じ？はい、どん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 割っていく。どう？特に別にって感じやね。もうちょっとなんか、あれ？パパールは？あ、そういえばなんかどっかおったっけ？違うところに。うちの人、約束通り遭難したみたいだよ。誰か食べ物を持って助けに行ってくれないかね。遭難した？マジで？なんか何気にストーリーが進んでるのね、そういう細かい部分でも。めっちゃ大変やん。ちなみに一旦ダンジョンの中に入って出てきた時にもマリンの反応が何かあるらしい。ダンジョンってどういうとこ？ほら、壺いっぱいある。ここならいけるんじゃないか？ほらほら、いっぱいあると思ったんよ。どうやろ、一個ずつ壊さんといかんのかな。あ、ごめん、めっちゃ、今の当たったことにはならないのね。なんだお前、反応変わらないじゃないか。特に何もなかったね。アイロっていつもこんなことしてるの？これが棚を調べた時の反応ってことか。邪魔なんだけど。めちゃくちゃ邪魔なんだけど。いつもはこんなことしてないんですけどね。マリンがいるからなんだけども。キャー、掘って掘って、どんどん掘りまくって。これも掘り続けたらなんかいろいろと反応があるってことか。何がそんなに楽しいんだ。めっちゃ楽しそうよ、なんか。あ、穴に落ちた。穴に落ちた。ほら、めっちゃ楽しそう。実は結構やんちゃよね、マリンって。ほら。めっちゃ楽しそう。何がそんなに楽しいんだか私には全くわからねえぞ。でもルピーが集まりよるのはいいな。どれぐらい続ければ何が。別に延々とこの反応かな。はい、穴を掘っていったらこういう感じの反応が、マリンから帰ってきます。よいしょ。ここも、取っていこう。よいしょ。オッケー。ここ持ち上げれるようになったけん。はい。やったー！ハートのかけらを手に入れた。これで、あと何個だ？あ、あと一個や。ハートのかけら、あと一個で。よいしょ。いけるね。またハートが一つ増えることになる。ハートのかけらどっかなかったかな？あ、ここの宝箱も取れるやん。は、あぶねえ。ふぅ。で？とりあえずここが壊せるっけ？ああ！前を見てなかった。つら。これで、
あ、あっち側から押さんといかんのか。ちょっと待ってね。あ、ちょっと待ってよ。ちょ、コウモリ。コウモリや、こっちへ。そんなところで止まるなよ、おい。ミシン、いて。ちょっと待って。めっちゃ落ちる。待って、コウモリ邪魔。はい、これで。ここも壊して、で、避けて、はい。あんな思いをして、でもまあ50ルピー、いいんだけどもね。そこやろ、テールのほら穴。よいしょ。痛い！私ばっかりダメージ受ける。辛い。ってことで、一旦ちょっとダンジョン入ります。え、中に入るの？私ここで待ってる。気をつけてね、アユナ。普通に洞窟とかには一緒に入ってくるのに、ダンジョンってなると入ってこんのは何かしら違いがわかるんか？出てきたよ。あ、おかわりアユナ。怪我しなかった？こんな感じで。なんかちょっと枯れ殻みたいな感じやね。はい、こんな感じで、あとはまあないかな。とりあえず、私が聞いた情報的には、マリンを連れてる間の見れる特殊な反応っていうのは以上です。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことでも壺とあと棚のやつだけどれぐらいやっていったらいいんかがちょっとよくわからんくってできてないで。壺できてないんかな。その辺もよくわかってないけど。でも鶏のパターンとか見よったら最終形態がありそうな感じするよね。今回はマリンとのデート会ということで、デート。マリンの意外な本性みたいなのが分かったということで、ね。